大輔エリナの聞いてがってん下町シマウマラジオ。はい、皆さんこんにちは、第39回目のシマウマラジオとなりました。このラジオでは、地域の地域のつながりを大切に、下町の未来の働くを考えるをテーマに、ご意見番大輔こと、有限会社人事労務代表の矢作と、私金野がゲストをお招きして語り合います。ラジオ名のシマウマもおなじみかと思うんですが、企業利益と社会貢献両方を両立している企業ゼブラ企業というふうに言いますけれども、そこから取ってシマウマをマスコットにいたしました。働くことや生きることそのものをこう深く楽しく考えていく、そんな時間にできればと思います。はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、39回目ということで、もうかなり回数を重ねてきたなというところなんですが、今回はですね、コミュニティ経営の視点から、中小企業の人的資本について考えるをテーマに、横浜市立大学教授の影山真子也先生、それから、社会保険労務士の、清水秀樹さんで、そして弊社の畑中による、トークセッション、先日お送りしましたけれども、そこから内容を抜粋して、お伝えをしたいというふうに思います。人的資本という言葉ですね、最近いろいろとこう聞かれる機会も増えてきたと思うんですけれども、今回はですね、その中小企業における人的資本というもののこう捉え方と、あとはそのコミュニティ経営、私どもが今、表現をしている部分ですけれども、そのあたりをテーマにですね、私たちのこう日々の実践も含めながら、お伝えをしている回になります。はい、ちょっとまたしっかりと学んでいければと思いますので、お願いします。はい、それでは動画の方をご覧ください。お願いします。お願いします。人的資本と絡めてるがポイントになってくるんですが、人的資本というのは、さっき清水さんがこう投影してくださったように、価値を生む存在として人間を見ていくんです。で、一方、人的資源という言葉があるんですね。これは使い倒す材料なんです。ここは違うんです。じゃあ、常に人間って価値を生み、ここに着目して経済学を組み立てていったのがカール・マルクスなんです。で、だから昔から人は価値を生むという議論はあったわけです。一方、経営学の方では人的資源という話をしてきました。分かりやすい整理かどうか分からないんですが、社会というか、企業組織というのは経営のもちろん在り方に連動してくるんです、ね。つまり、例えば日本が成長した、これなんで成長したかというと、キャッチアップ型と言われていて、先を走る米国で成功したことをなるべく持ってきて、もしくは米国の車買ってきて分解して、学んで、で、こういう作り方をすればいいんだ、そこで突っ走ってたので成功したんですね。これがキャッチアップ型で、中国はもっとドラスティックだったんです。だからなんかパクったっていう言い方をされてるんですが、やっぱり先を走る企業だとか国から学ぶっていうのは、我々ずっとやってきたことです。じゃあ、会が分かっているときに、一人一人が勝手なことを言うとどうなるか。効率よく成長できないんです。こっち行けばいいって分かってるわけです。車はこう作れっていうのは分かってるのに、いや、そうじゃないんじゃないですか、みたいな。いらないんですよ。で、そうなると、上で決めたことを、モチベーション高く遂行していくやつが必要。だからピラミッドで、官僚組織はモチベーションなんか関係なくて、こういうふうに業務は効率的にやっていかないといけないから言うことを聞けてピラミッドを作るんです。だからマックスで、これが近代のシステムです。で、マックス・ウェーバーはそこで近代の組織というのはヒエラルキーを作る、これが特徴だって言うんです。で、それは政治の領域と経営の領域、経済の領域にある。言い方を変えると官僚組織と企業組織です。ところがですね、上で決めたことを遂行する人っていうのは頭ないわけです。手足なんです。ところが、さっきのまさにご議論の、
イノベーションっていうのは聞いたもん。もうドイツに抜かれちゃいました。1995年から日本の GDP って全く伸びてない。IMF のホームページに飛ぶと GDP のグラフが見えるんです。ずーっとこの状態なんです。で、なんで成長できてないと、イノベーションが起こってないんです。イノベーションで付加価値の高いものをどんどん作っていたり、作り方を変えることによって GDP って上がる。で、この問題に、多分経済産業省は早くに気づいてたかもしれないですが、日本は要するにピラミッドの中で、要するに会社人間を作って成功するってモデルで成長してきてしまったので、勝手に動く、要するに間がある組織。暗黙のルールがある形で間があるように見えるんです。暗黙のルールあるんです。で、こういう中で動いてきてしまう。ガチガチなんです。で、ところが、イノベーションを起こすっていう課題が出てきたので、つまり、それで新しい人的資本という話が出てきた。つまり、資源というのは、言う通りに使ってくやつなんです。だから、ピラミッドの中では資源でいいんです。ところが、新しい時代は自分で考えて行動して、こう、間がある中で、みんなとディスカッションしながら新しいものを生み出していったりするような人が必要なんです。そうすると人的資本という言い方をしない。資源だと上から命令して使うだけの存在が違うわけなんです。で、このようになってきているということを企業には気づいていただく。要するにイノベーションを起こす組織っていうのはピラミッドでは起こらないんです。緩やかな人々が、従業員が緩やかに働いている中でしか起こらないんです。で、先ほどの議論はこれが整理できたように思いまして、私すごい勉強になりました。一つちょっとこう思い浮かんだ言葉で、コミュニティシップっていう言葉が、ありまして、ミンツバーグさんっていう、方が、提唱した言葉なんですけれども、それって実はそのかつての右肩上がりの日本企業のこうガンガン成長していく時代の、一致団結とか、共にそれで生み出していくっていう、姿勢から、一応コミュニティシップの定義としてはこう、みんながこう力を合わせて協働しながら好ましい結果を生み出すその姿勢とかあり方っていうのを、コミュニティシップっていうっていうふうに、ミンツバーグされてるんですけど、それが、実は日本、かつての日本企業にあったっていうのを、おっしゃっていただいてて、ただそこから日本も、どんどんこう海外からの、いいところを真似ようっていうことで、ちょっとこうその行き過ぎた個人主義とか成果主義とか、そっちの方にこう走り過ぎたので、逆にその古き良きそのコミュニティシップが崩れて、ちょっとこういびつな状態になっちゃったよね、なんていうのも、ミンツバーグさんからこう言われてる部分ではあるんですよね。だから、なんか私たちも今回、コミュニティ経営という言葉で書籍も出させていただいたので、なんかこう新しいコミュニティシップ、今だからこれからだからこその、コミュニティシップのあり方っていうのをなんか掲げていきたいななんて思いながら、ちょっと最近いろいろとこう過ごしてるというのもあるので、なんか今、先生のお話を聞きながら、ちょっとこう新しいコミュニティシップとは何なんだろうっていうのをちょっと考えながらお話を聞かせていただきました。こういう項目を示していただいているんですよね。で、なんか、これらが一つのこう予定なのかななんて思いながら、ちょっと私の 資料をちょっと見てたんですが、ちょっと、少し、説明を添えていただいて、清水さんとしては、こう、どういうふうに考えているかっていうのをお話しください。ISO 30414というのは国際基準で、この資料あるんですけど、これ和訳、4万5000円する。で、今、リードコンサルタントっていう資格があるので、それ今受講中なんですね。ただ、何が大事かっていうと、やっぱり、基準がないんで、やはりその国際基準っていう要素って大事だと思うんですけど、これ、まさに海外は人権の国なので、このコンプライアンスと倫理っていうのはまさに、多様性の国ですよね、海外は。例えばアメリカだったらメキシコから人が移民した。そこで差別があったり、
黒人の差別。で、日本の場合ってちょっとまた違うんですね。ただ今、木野さんがおっしゃった通り、リーダーシップっていう仕事だとか、あとはその会社の文化とか、あとはエンゲージメントだとかね、あとウィルビーイングっていうことは皆さんご存知になってると思いますけど、ウィルビーイングっていうのをやはり指標化することによって、昨年と今年とどう違うのかっていうのを数値化するっていうことも大事なのかというふうな。それで方向性を一緒になって考えて、ただ数字だけがいいってことではないんですけれども、今現在、自分の、健康診断みたいなんですね、今どういう状況なのかっていうのを、指標として表すっていう意味で、ISO の30414っていうのが出てきて、住んでるのは、ね、ドイツと日本、ドイツ銀行が有名で、日本は今8社ですよね。ドイツは5社かな。で、それ、何が大事かというと、やっぱり情報開示の流れが来てますから、中小企業もこのレポート通りっていうことではなくてよくて、例えば、我々は今考え、東京都の、メンバーとして考えているのは、やっぱりそのエンゲージメント、これをどうやってこう高めていって、魅力ある、外に発信できる、企業を、作っていくかっていう議論に今なっています。で、影山先生にもお話伺いたくて、今の若い、大学生はどういう視点で企業を選ばれるかっていうお話。私の世代は、いい会社に行く。で、有名で、給料が高くて、そんな選び方をして、親が言う会社に入るって人も少なくなす。それがだん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 、キャリア開発みたいな、こういう概念が大学の中に入ってきまして、自分がどういう人生を歩みたいとかを考えないとダメですよ。で、それは企業の、それ考えてないから3年で辞めちゃうんだ。そういうことに気づいて、キャリアってことを言い始めるんです。ところが、そうすると大学生もさらにアンテナを張ってきて、企業の目が厳しくなってきてるんですね。で、要するに、海外へ行けるぞ、ラッキーだとか、給料高いぞ、これではだんだん選ばなくなるんです。本当に自分がやりたい仕事なのか、例えばワークライフバランス、なんか人事がこう説明して、うちはすごいですよって言ってても、本当にそうなのかという見方をする。そうするとですね、もちろん先輩訪問の時に、本当は給料どうだった、どうなんですかっていうのが昔の先輩訪問、OB、OG 訪問。今は本当にそのワークライフバランスって本当に機能してるんですかっていう聞くようになってきます。で、ただ、訪問ができない場合に学生たちが参照するのが、いわゆる統合報告。サスナビリティ報告書だとか、企業の名前がついて、なんとか株式会社レポート、昔でいう CSR 報告書です。これを見て、特にポイントは、思いがあってやってる企業なんです。つまり大企業だと金持ってるんで、社会貢献とか環境のあたり、金使ってできてるわけです。で、これダメなんです。学生から見ると、要するに金使って社会貢献やってるだけじゃない。思いがない企業は、結局、従業員もそういう扱いをしてくるというふうに考えています。で、そこでちゃんと思いがあって、仕組みをしっかり、思いがあれば仕組みしっかり作るんですから、本当に機能するワークライフバランス、女性活用も名ばかりではなくやってる。ですので、学生の見方がだんだん厳しくなってくる。特にうちのゼミはそこで常に言ってるんです。もう学生たちはアンテナを張ってるように思う。働くことによって社会に貢献していきたいっていう視点が今の若い人。はい、データを取るとそういう傾向が出てきてるとは言われています。今のお話聞きながら、今日いらしていただいている石井造園さん、石井社長の、会社で出してらっしゃる報告書は、もうまさに思いがあふれんばかりなの。
ようだなと思いながら、ちょっと想像しながら聞いてたんですが、畑中さん、どうですか？今の選ばれる、そういう学生たちに選ばれる企業で、あるためにっていうのをついつい考えてしまいますけど。ちょっとさっきの、清水さんのやつを見て、あっと思ったんですけど、選ばれるっていうのは、多分お互い様というか、企業というか、上司とか社長とかも、一人間としてちゃんと認め合うというか、リスペクトするというか、なんかそこをなんとなく学生さんとか若い人も感じないと、その企業に魅力を感じないんじゃないかなと。だから昔、それこそ本当に我々なんかはもう、上司の言うことは絶対っていうか、とにかく、サラリーマンだから聞こうよって、それが善だったり、で、影山先生のさっきの話のキャッチアップのところ、すごくやっぱ、ああ、もうその通りだなって、なんかすごく整理していただいたなって、確かに。でも、キャッチアップの時代も終わってるし、ちょっと混沌とというかなってきてる中で、じゃあその企業の在り方とか組織の在り方を考えたときに、そういうその一人間同士としてリスペクトし合いながら、確かに仕事はできるかもしれないけれども、若い人の方がよりなんかいい特徴を持ってたりとか、そこを生かしていかないとイノベーションも生まれないし、上司が100で部下はね、それよりも10ですみたいな、そんなんじゃないかなって、最近すごく私が感じてたことが書いてくれてて、一番上のところで、企業の内外を問わずにあらゆる関係者に向けてって書いてあって、今元気な会社って、正社員だけじゃないんです。なんか中途半端な人がいっぱい群がってて、周りに。で、なんかフリーランスの人なのか、なんかよくわかんない、遠くの方にやって、テレワークだけやってるような人とか、だから、なんかその辺の開放性とか、とかっていうようなものも、すごくその人たちがお互いに居心地が良くて、で、コミュニティっていう話になってくると、関係人口みたいな地域とか、だから、完全にその分断された、企業のために人的っていうよりかは、もうちょっとその周りとか地域とか社会とかと全体的に、なんかいい感じになっていくっていう視点で考えた方がなんかしっくりきますし、そのためのなんかどっぷり正社員でやってる人もいれば、なんかあっちゃいたこっちゃいたりしてる人も含めた、なんか人的資源の生かし方っていう、なんかそういう感覚を持ってます。なかなかその枠の中で働くということに、が慣れてきてるというか、当たり前になってしまうと、そこのまず思考の枠組みを変容するところから、例えば新しいメンバーに対しても働きかけしないといけなくなりますよね。なんかそういう促しも、そういう変容も促しながら、組織全体も変わっていき、で、かつ外に対してもしっかりと示していくっていうことをしなければならないと思うと、結構なんかすごくエネルギーのいる変容プロセスだなって思うんですけれども、なんかそのあたりいかがですか？どういう促し方が必要か、どんな働きかけができるのか、職場という場に。介護とかってなかなかリアルでみんな集まれない。で、対話をする時間がなかなか取れないんですよね。だから、そこでコミュニケーションを取るという個が走ってしまうっていうところに課題がある。と思うんですけど、なんかお互いが、やっぱり認め合える場だったり、承認できるたりとか、やっぱりいわゆるグランドルールがすごく大事だから、そのグランドルールに理解してくれる人が、それはよくわかります。私もクライアントさんあるんで、なかなか人の そこが課題なんですね。今お話しいただいたみたいに、全体で一気に変えようとするとなかなか大変なので、新しくできた部署とか、私たちであればその出島的な組織の中で、まずは試してみるなんていうのも一つ策としてあるのかなって思いました。
いや、なんかそう思ってくれる経営者の方、いいなとかって聞いてたんですけど、やっぱりそうですね、今、金野が言ったように、やっぱりもう出来上がっちゃってるところをゴリゴリするの難しいんで、ちょっと距離を置いたところでやってみるっていうのは、うちの会社でもよくやってることなので、で、そこでなんか空気を逆流させてくるような、なんか違う常識みたいなものを、なんか、全く染まってないところでやるっていうのもいいのかなって思いましたね。時間の問題があるんですけど、今さっき、石井社長のお話があって、越境じゃないんですけど、交換留学みたいのがいろいろできると、外が知れるんで、そんな、うちは緩かったねみたいなことが分かって、ES 開発協会の企業さん同士で、ちょっとこう、やれたら、成長が促せるかもしれない。はい、ありがとうございました。今まさになんかこう、エピソードをこう語っていただくことで、なんか私たちもその場面がすごく想像もできて、今度もしかすると、石井造園さんにお伺いしたときに、なんか、この方がこういう方で、こういう雰囲気で、みたいなのが、なんかこう、その共感、良い意味での、その共感という意味で、なんかこう、すごく、高まってくるな、っていうのを感じたんですね。だからなんかこう、どういうふうに、こう、情報の開示が、流れとして出てきてるってお話ありましたけど、なんかそういう、こう、ストーリーを、どんどん、こう、表に見える、状態にしておくことも大事なんだろうなぁなんていう、ちょっとこう今の流れの中から感じた次第です。なかなかこう数値指標を示すだけだと伝わりきらない部分とか表現しづらい部分もあると思って、そのあたりが大事なのかななんて思いました。はい。ちょっとそろそろこう時間終わりも見えてくる頃なんですが、なんかここまでの流れを踏まえてで、ちょっとそれぞれ伝えたいこと、思うことを、じゃあ、ちょっとお一人ずつお話しいただく流れで、ちょっとまとめていきたいなと思います。どうしましょう。田中さん。では、梶間先生、もしなんかここまでお話聞いていただいて、なんか、はい。じゃあ先ほど飲みに行かないっていう話がありました。で、ゼミでもそうなんですね。私のゼミって女子学生しかいないので余計そうなんですが、お菓子は食べに行くんですが、飲みには行かないんですね。で、会社でもそうなってるみたいです。そうするとですね、実は人を育てるときは、まずオフ JT で研修をやる。これだけで育つわけではないので、OJT ってあるわけです。で、仕事の中でこうやってやるんだよってお話しするんですが、それは、ルーティン化された仕事をもう少し叩き込んでいくというニュアンスです。ところがですね、人が仕事をするときって、少し深いと思うんですよ。例えば、コミュニティ経営の勧めの中で、クレードの話。要するに、経営理念と言ってもいいんですが、じゃあ、うちの経営理念はこうだって社長が言っても伝わらないんです。自分の業務の中で何をすることがそうなんだっていうところまで落とし込む。経営理念って落とし込めない。で、落とし込んでないと、自立分散型組織で勝手なことやるやつが湧いて出てくるんで、かえって組織っておかしくなるんです。だから、むしろ自立分散型こそ経営理念必要になって面があるんですね。じゃあ、それを、例えばこういう時にこうするんだっていう会話を、もう忙しく働いてる時にできるか、そうじゃないので、じゃあ一杯飲みに行って、その中で、まあさっきこういうことやったけど、これどうかなとか、これってこう、よかったよみたいな、こういう会話の中で、実は人間って方程式を作るんです。頭の中で、この理念っていうのは、こういうふうに変換できるんだ。これが固まってくると、自立分散型でいい働きをする人間なんです。多分、これがですね、最近どの企業にも飲み会の話が出てくるんです。飲み会、やってるっていいじゃなくて、飲みに行かねえんだよな。で、それが、昔は飲みに行ったよねっていうレベルじゃない。それがないから人を育てられない。上の方の人。これは解決策ってないんですが、大企業を見てると、
かつての日本的経営の手法を用いている企業が妙に多いんです。例えば、スポーツ団体のスポンサーになっていて、その選手を呼んでみて、求心力を高めるとか、飲み会じゃないんだけど、会社の中でもう少しラフに話せるスペースを作って、そこではもう自由に仕事をしたり、だべったりできるようにしましょう。そういうことをやってる企業なんですね。またですね、例えば、さっき介護って話が出てました。介護って、自宅から介護先までそれで直帰しちゃうじゃないですか。会社の中で出会う場がないんです。そういう業界では特にコミュニケーションって難しいんですよって聞いたこともあるんですが、人が集まるようでしたらそういう場を作るというのも手かもしれません。何か業務の中で集まって、さっきケーキを食べるとか、ケーキでも食べながらちょっとお話をしてみたり、そういう砕けた雰囲気ができるようなスペースです。もしかしたらありかもしれないなと思はい、ありがとうございます。お酒じゃなくてお菓子を食べに行くっていうのが結構キーかなって、今います。から見ながら、お菓子が好きだよね、甘いもの好きだよねっていうのも、やっぱこう知り合わないとそこに気づかないと思うので、この顔ぶれだったらお菓子行った方が和気あいあい楽しいよねっていうところに、なんか意識を傾けてみるっていうのも大事かななんて聞きながら。はい。じゃあ。はい。そうですね。今日の感想というか、コミュニティ経営って、やっぱりこう、すごくこう、つながりとか、温かい感じとか、そういうイメージを私は持ってるんですけど、よくコミュニティ経営の話するときに、我々身体性っていうものを感じるというか、理屈とか、言語化するとかっていうのも大事ですけど、一旦こう、体で感じてみる。ちょっと日光は身体性きつすぎるんですけど。でも、なんていうんですかね、昔のキリン見たことない人がキリンの絵描いたらあんなキリンになっちゃうんですけど、その一緒になって何かをやると、もう一目瞭然で言葉以外のところで感じて同じものを感じるっていう、そういう共通体験みたいなものがありのまたこう仕事に戻るとか、理屈的な話でちゃんと対話するとかっていうのは、そこはこっち行ったりこっち行ったりしながら、ずっと山にこもってても、山に住む人はまあいいかもしれないですけど、我々が社会生活する中では、なんかこう、そういう身体的なものを、個人で感じるのもすごく重要だなと思うんですけど、その共通に感じるっていう体験を、なんかこうするのっていうのは、なんかこう、お互いのことを深め合うので、すごく重要だし、そこになんか、共通体験の中にトラブルが起こってくるとか、何かこう、普段話さないようなことが話してくるとかっていうところが、なんかこう、コミュニティ系を作っていくというか、自然とコミュニティ系になっていくかなと思ってるんで、正直日光始まった時って、全然我々も意味が知らなかったんですよ。なんで日光歩くのかなっていう。それで、なんとなくみんなで歩いてて、でも否定はし、なんかこういうのもいいかなって、普段喋れないことあるし、普段、会わない人来てくれるし、学生とかが来てくれるし、なんか、それなりにこう、楽しくて、やってるうちに、そういう、共通体験とか、そんな意味付けで、そこから、一つじゃないんですよね。外に繋がっていってるとか、解放された部分であるとか、だから、このためにやってますっていうことじゃなくて、それが全部繋がっていってるので、それを、全部計算してやったとは、矢作がやったとは絶対思えないんですよ。感覚でやったらこうなったって、多分ね、ちょっと、後で飲み会でどういうかわかんないんですけど。なんで、そういう身体性と、我々、そういう、頭脳的な部分と身体性的な部分と、なんかもう、もっと人知を超えた霊性的な部分と、なんかこう、そういうのが、どこか、その辺が、何かが抜けちゃうと、コミュニティ系っていうか、コミュニティにはならないような気がして。そういう、思いを、あ、かい、かい、開きやすい土壌であったり、思いを伝え合いやすい、吐露しやすい土壌であったりっていうのをこう作る。なんか私たちも頑張って
お客さんのとこ行ってね、本当にピリピリの、普通の会話してるのにピリピリの空気のお客さんってやっぱりあるんですよ。なんでこんなピリピリしてるのかな。誰も悪くないのに全員ピリピリする。やだ、こんな場所って。方法だ。はい、ありがとうはい、僕はあまり頭が良くないので、コミュニティって、雑談力。意外に趣味の話とか、お互いの背景を知るってことが、大事で、参拝のお客さんのところに雑談、コミュニティ、業界ナンバーのコミュニケーションって言って、参拝の会社なんですけど、みんな仲いいんですよね。で、そこにはやっぱり、っていう話がありましたけど、雑談が大事なのかなっていうのと、さっき、ストーリー、エピソードってすごく、今お話伺って、ストーリーが大事なのかなって思いました。なんか、やらされ感満載だと、なので、誰々さんってこうだったよねって、例えば紹介者の方だったら、こういういいとこあったよねとか、なんかそういうのが共通で話せる場があったらいいなっていうふうに、思いました。だから、雑談力です。私はネガティブな人間でコミュニケーション苦手なんですけど、言ってることやってることは全然違う。共にいることであったり、共に何かを経験することで、雑談するきっかけも生まれるし、それによってストーリーがどんどん生まれていく流れですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日この空間も、まさにこう余白もあるし、皆さんとの間にはこう間が、生まれてるわけなんですけど、なんかこういろんな言葉が、途中途中でこう投入されることで、なんていうかこうすごいここの場の中にもこうエネルギーがなんかすごくこう巡ってくる感覚っていうのがあったなって思いました。なので、職場という場においても、例えばあえてその出島組織作ったりとか、あえてちょっとこう余白のスペース、プロセスとか、空間的な部分でスペースを作ることによって、それによってなんかエネルギーがそこで巡るようになって、で、そこからさらにストーリーが生まれて、共感が広がって、応援する人やファンが広がってっていう、なんかそういう循環をこう起こすことができるのかななんていうのを今日お話聞きながら感じたので、ぜひ皆さんのまず職場で皆さん自身がこう起点となりながら、そんな場を広げていっていただけるといいんじゃないかななんていうふうに。はい、ありがとうございました。はい、ちょっといかがでしたか。なんかね、キャッチアップ型からこれからはイノベーションって話をしたけど、今まではやっぱり、ね、経営者だとか、一部の方が、何か構想を練って、そしてそれをやりなさいって言ってやってるようなね、そういう形でうまくいってたような時代なんだけども、そうなってくると、今までは、その方向性がね、決まっていて、それでやりなさいなんて話で、この通りやるんだよっていうので、ね、人事だったらばそういうふうに序列をつけていったり、その能力を発揮する順番からやっていったり、端的に言えば、先ほど影山先生がお話をしてたように、それによってたくさんお金をもらえるというようなところで、処遇をしていたっていうね、そういうようなことだったんじゃないかなというふうには思うんだけど、そうするとやっぱり人的資源管理になってくるわけですね。でもこれからは誰もがみんな、イノベーションを起こす人、誰もが経営者でありっていう形になっていくような体制を作っていかなければならない。その時にじゃあどういうふうにしていくのかっていうところで、やはりこれからは人的資本経営という形で、人を、資源と見るんじゃなくて、ましてやコストなんていうのはとんでもない話で、そこに資本と見るような形の中で、その人的資本という形の中で、それぞれの人がそれぞれの対応を通してやっていく。その時にどうしてもルールや規制で、人を制度に当てはめるんじゃなくて、一人一人の、大切にすることは何か、一人一人の生活を通して仕事というものを見たときにどうなっていくのか、こういうようなところが大事で、そこに対してどん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 分業が進んで、時間がバラバラになってきてしまうと、やはりね、人というのは何のために働いているのか分からなくなってきてしまう。そこにこれからの時代の中では、分業を進みつつも、効率を目指しつつも、人と人がつながり、そして時間がつながっていく。そういうような形での、経営というのかな。
まあ、そういうスタイルをどう作っていくのか、そこにはやはり働くことを通しての楽しさが、まあ、そこにあるし、そこにつながりというものが出てくるわけであって、それがこれからのね、あの採用の時に、あの前はお金がどのぐらいなんですかとか、給与どのぐらいもらえるんですかっていうところから、今は本当にワークライフバランスがどうなっているのか、もっと言えばワークとライフがどのような形でつながって、そこに楽しさというものを生み出して、働く喜びを生み出していくのか、まあ、こんなところが大事になってくるんじゃないかななんていうふうに思って、まさにそれはその人個人の体で感じていることだから、やはり身体性というのはね、とても大事になってくるのかなというふうに思ってます。せっかく今、まあ、せっかくといったらあれですけれども、こうどの会社も採用が大変だったりとか、あと特にまあ若手の皆さんのこう定着 の、 あの難しさとか、なんかそうい う、 こう課題にちょうど直面している時期でもありますし、あとこういう人的資本経営とか、こう言葉もしっかり世の中全体が重視しようという流れも出てきてるんで、まあ、あえて自社でもあのこの部分を軸に今後は組織運営していきますっていうのをしっかりこう示しながら、こう全体で取り組んでいく、そういう、こう流れを作れると、うん、あのいいだろうななんていうふうに思いますね。はい、ありがとうございました。はい、それでは次のコーナーお願いいたします。おはようオフィス。はい、続きましておはようオフィスのコーナーを、久しぶりですかね、お送りしたいと思います。こちらのコーナー、法改正情報など の、 あの人事労務 の、 あのお役立ち情報をということでお伝えをしているんですが、今回はですね、今年の6月から、実施予定の、所得税の、定額減税についてということで、お話ししたいと思います。今ちょうどそういった、まあ、ニュースが出てきていて、私たちもちょっと現場でいろいろ情報収集しながらなんですが、どんな動きになっていくのか、はい、ちょっと、見たいと思います。それでは VTR ご覧ください。皆様こんにちは。おはようオフィス、今日のトピックスはこちらです。はい、今回はですね、令和6年の所得税の定額減税について、少し触れていきたいなというふうに思います。まあ、デフレ脱却のためのその一時的な措置として、その納税者、まあ、本人とその配偶者ですとかを含めた扶養親族一人について、まあ、所得税と、あとまあ個人の住民税ですね。ここの減税を実施しますよということで、情報が出てきております。で、まあ、実際に行われるのは今年の令和6年の6月以降の予定ですけれども、もうすでにですね、まあ、その準備のためにですね、資料等が出てきていると。こういったような形です。で、今日はですね、その概要について少し触れていきたいなと、その所得税の定額減税についてですね、少し触れていきたいなというふうに思います。まあ、もうすでに出ている情報にはなりますけれども、これ見ていくとですね、まあ、まあ、いろいろこの6月、特に6月ですね、に、もう様々、給与のところでの、まあ、実務的な対応が必要になってくるかなというところで、ちょっと確認なんですけれども、まあ、この所得税の定額減税についてなんですけれども、まず対象になってくる方ですね。まあ、ここにあるようにですね、合計所得金額が1805万円以下の人ですよということで、まあ、年収ベースで言いますと、まあ、おおむね2000万円、年収2000万円以下の方が対象ですよという形になっています。で、じゃあどのぐらいの減税を受けられるのかという話なんですけれども、まあ、まずここにありますけれども、丸一本人ということで、まあ、まあ、納税者本人ですね。が、まず3万円の定額減税を受けられますよということで、基本的にはほとんどの方がこの3万円をの定額分の減税を受けることができるという話になります。まあ、これ、居住者に限りますと書いてありますけれども、非居住者の方というのは、例えば国外在住の方ですとかが対象、その非居住者になってくるので、そういった方は対象にならないんですけども、まあ、国内で、国内に住んでいて、で、国内で勤務してますよ、なんていう方は基本的に居住者になりますので、まあ、この3万円の定額減税を受けることができる。まあ、あとはここの所得金額の要件ですね、を満たしている方に関しては対象になってきますよ、ということになります。で、まるにですけれども、同一性系配偶者、まあ、まあ、要は配偶者、奥さんですとか旦那さんですね、および、扶養親族が、まあ、1人につき3万円、の定額減税を受けることができますよということで、例えばですけれども、まあ、
労働者本人がいてですね、その配偶者を扶養に入れていて、さらに例えばお子さん1人扶養に入ってますよなんていうようなケースですと、ここの丸2のところで2人、配偶者の方と扶養親族のお子さん1人、2人分いますので、3万円 ×2 で6万円分、プラス本人の3万円分で、トータル9万円の定額減税、所得税の定額減税を受けることができますよ、といったような考え方になります。で、この定額減税の処理の仕方なんですけれども、まあ、2つパターンがありますよということで、月々の給与から、その所得税引いてきますよという、まあ、月次の減税事務という部分と、年末調整の時に最終的に精算しますよという、まあ、年長減税事務というところで、まあ、2つの、まあ、事務的な業務が発生してくるという話になります。まあ、の年末調整の業務とかをやられている方は少し想像がしやすいのかなとは思うんですけれども、まあ、そういった動きが出てくるといったようなところですね。で、その月次の減税事務の処理の仕方としては、例えばですけれども、まあ、じゃあ扶養親族だとか配偶者の方がいない方、まあ、本人だけが対象になりますよなんていう方は、まあ、定額減税3万円分受けられるという話になるんですけれども、じゃあその3万円分をどうやって引いていくかという話なんですが、例えば6月給与のタイミングで所得税が1万円発生しましたよなんていうケースですと、まあ、その人定額減税3万円あるという話になり、話でしたので、まあ、1万円分をまあ丸々引き切れるわけですね。なので、まあ、6月の給与の所得税が0円、まあ、差し引き0円になりますよという話になります。でそうすると、まあ、定額減税3万円分なので残り2万円分残っているわけですよね。で、控除しきれない場合は、その別のところで残り2万円分引いてきますよという話になります。で、まあ、最初の給与の段階でもう丸々引ける場合は、まあ、それで引き終わってしまうわけですけれども、そうでない場合は、他の月からも引いて、トータルで、まあ、3万円分の定額減税をしていきますよというような処理の仕方になっています。で、ここがですね、少し難しいというか、間違いやすいところでもあるのかなと思うんですけれども、その扶養親族の考え方ですね。ここが通常の所得税法上の扶養の考え方と少し異なる部分があって、まあ、難しいんですけれども、まあ、資料の中にもそのここにありますが、その同一生計配偶者と扶養親族の数、いわゆる定額減税の対象になる数は、毎月の給与や商業における源泉徴収税額の計算のためのですね、この扶養親族の数とは異なる場合がありますよという話なんですけれども、まあ、いわゆるこう特に16歳未満のお子さんの取り扱いについて注意が必要かなと思うんですけれども、こうまあ、月々の給与計算においてこう税法上の扶養の人数、まあ、いわゆるこう所得税がその分少し安くなりますけれども、その人数のカウントの仕方なんですが、まあ、いわゆる配偶者、まあ、扶養に入っている配偶者の方は当然カウントという話になるんですけれども、16歳未満のお子さんですね、に関しては、まあ、毎年の例えば年末調整だとか、こう月々の給与におけるその税法上の扶養の人数にはカウントされていないんですけれども、この定額減税においてはですね、ここにも書いてありますように、16歳未満の扶養親族も含まれますよというところで、そこがまあ注意かなと。まあ扶養控除申告書にはもちろん16歳未満のお子さんもしっかり名前書かれているかと思うんですけれども、その16歳未満のお子さんに関しても、定額減税の対象にはなってくるよというところで、まあ、そこのところが引き忘れがないようにしておく必要があるかなといったようなところで、実務上はそこが、ちょっと処理の仕方が違うので、分かりづらいところかなと思うんですけれども、そこのところは注意が必要です。で冒頭申し上げましたけれども、これらの扶養親族が非居住者の場合は対象外ですので、要は国外に住んでて、国外で働いて給与もらってますよなんていう方ですね、は対象外ですので、そこのところは気をつけないといけないです。で、まあ、もう一つがその16歳未満のお子さんの取り扱いですのところの注意というところが必要になってくるかなと思います。ここは通常の普段やられている給与計算の時の考え方とか、年末調整、今までやってた年末調整の時の考え方と少し異なるので、気をつけていただければなと思います。で、この扶養親族がいつの時点でのカウントで、じゃあ処理していくのかという話なんですけれども、まあ、この定額減税のですね、まあ、給与計算上の対応とかが出てくるのが、まあ、6月以降に支払われる給与からの対応になってくるということで、
この交流対象者の確認というのもですね、まあ、今年の6月1日時点でどうなのかというような考え方になっています。なので、まあ、通常こう年末調整とかをやるにあたって、扶養控除申告書とか出して、労働省から出してもらうと思うんですけれども、まあ、今年によってはこの6月1日時点でどうですかっていう確認も必要になってくるということです。まあ、ここで、まあ、扶養が新しく、誰か扶養親族を入れたりとか外したりっていう動きがなければ、まあ、変わってない、年末調整の時と、まあ、この年明け、1月の時と変わってないっていう話になるんですけれども、まあ、もしかしたら新たにこう扶養に実は入っている親族がいましたとか、逆に扶養から外している親族がいました、なんていうような、ことが出ている可能性もありますので、そうなってくると、ここのところの人数もそれに合わせて変えていくということになりますので、まあ、あくまでここの定額減税のところの考え方は、まあ、6月1日現在、6月1日時点の人数がどうで判断するということになりますので、まあ、6月に入ってからバタバタしないようにするためにも、少し早めに確認をしておくのが良いのかなというふうに思いますので、まあ、ちょっとここのところも、まあ、実際に処理する上では考えておく必要があるのかなというふうに思います。で、この月次の、月次のですね、こう処理もありつつ、まあ、最終的には年末調整でも、年末でもですね、処理されますよというところで、まあ、このあたりのところは実際に資料を見ていただければと思いますけれども、年末調整でも処理されますよというところになってますので、そこのところですね、しっかりと処理を、事務の処理をですね、していただければと思うんですけれども、実際にこの、例えばまあ月次とか年末調整の時がそうなんですけれども、表記の仕方ですね。例えばじゃあ給与明細上、所得税を定額減税で引いたからといってですね、じゃあ所得税0円と表記すればいいのかというと、まあ、そうなるとですね、実際のこう表記が分かりづらく、実際の所得税がいくらだったのかというのが分かりづらくなってしまいますので、まあ、そのように処理するのではなくてですね、まあ、これはこのあたりのページに記載がありますけれども、まあ、所得税自体はまあ本来の所得税の金額を書きつつ、その定額減税でいくら引いたのかっていうのもまあ別で載せてですね、まあ、トータルまあ総裁0円というような形で記載をしておくというような形で、まあ、このあたり の例えばじゃあ源泉徴収簿にどうやって記載するかですとか、そういった細かい部分に関しては、まあ、こちらのですね、この令和6年の所得、令和6年分の所得税の定額減税の仕方という資料にですね、細かく記載がされておりますので、まあ、ここは事前にですね、まあ、特にそういう給与計算の業務とかされている方は確認しておいた方がいいかというところですね。で、これ以外にもですね、Q&A が載ってますので、まあ、そういったところで、まあ、細かい、こういう場合どうするの、こういう場合どうするの、載ってますので、まあ、確認しておいていただければな、というふうに思います。はい、それでは、以上、おはようつでした。はい、なんかちょっと業務が煩雑になるんじゃないかと、今専門家の我々もねちょっとこれは大変だし、まあ、システムのね給与の計算システムを使ってる会社さんは、ね、今システム会社は一生懸命やってるんでね、もうずっとこの所得税の減税が残っていくんで、そこの管理が、しばらく大変になると思うんで、しっかりとねこの後も我々も追っていきたいなというふうに思っています。なんかちょうど分業の話も出てましたけれども、あまりそれが行き過ぎると結局はそれの一つ一つをこう管理統制しなければならないっていう風になりますし、まあ、なんかこう楽しくこういった分野とも業務として取り組めるような、なんかそんな促しもできるといいのかもしれないですね。うん、そうですよね。はい、はい、ちょっとじゃあこの状況は引き続きちょっと追っていければなというふうに思います。ありがとうございました。はい、それではそろそろ、終わりの時間になりますけれども、全体を通してということでいかがでしたか。ちょっとこう中小企業での実践をいかにっていうのがちょっとこう、うん、今後またいろいろお話していきたい部分かななんて思いました。やっぱり人的資本経営もやっぱり中小企業であるにはもうやっぱり資料がねたくさん多すぎて、あ、これできないなって話になっちゃうんですよね。で、ただやっぱりそのやっぱり今こうね多くの仕組みがこう大企業だったり、まあ、有価証券報告書に出したりということで
系のコンプライアンスとかも大企業向けになっているんですよね。そうすると大企業だけがどん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 そういった整備が進んでいったり組織体制が変わっていったりするんだけども、中小の方はそれがなかなか難しいんで、まあ、そのあたりもね考えていくためには、まあやっぱりね、皆さんで大企業がやってることを簡素化した方法で収集できる方法っていうのを今回ね、影山先生をはじめ清水先生にもいろいろとアドバイスをいただけたんじゃないかなと思うんで、ぜひともね取り組みをね、中小企業としてどうできるかっていうことをやっていってほしいなというふうに思います。逆に自由が、ね、聞くんでいいと思いますよね。はい、はいはい、ありがとうございました。リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。過去放送分ぜひ、しまうま、ラジオのホームページからもご覧いただければと思います。それでは第39回目の放送以上にしたいと思います。次回の放送は、3月26日の火曜日、14時からになります。いよいよ、まあ、年度末ですね。はい、次回もお楽しみにしてください。それではありがとうございました。